れ様。あ、人見ちゃん来てんの。ちょっと待ってね。のんちゃん、聞こえる？あ、聞こえてます。こんばんあ、は。ちょっとね、ひとみちゃんってね、俺の学生じゃない、友達。聞こえる？50年ぶりに。まだ来てない。ちょっと待ってね。今、久米君来たら。田中さん、ありがとうね。イコール売れた。ああ、そうなんですよ。結ねえ、3日で。うん。構売れました。そうなんです。嬉結しいです構、あね。れ、表紙目立つもんね。そうなんですよ。あれがうね、やっぱり表ん。うん。紙が、カフワさんの表紙がめちゃ。ね、なんか、変わったら得ないような吸引力あるよね。いや、あります。この間、大垣書店で、表紙が見えてない、積み方されてたから、無理やりなんか、書うん。うん。店員さんに黙って前に出して。ありがとうございます。次の号もすごいよ。楽しみです。いやー、とんでもないものになってくるね。梅君、いろいろわかんないじゃん。来た。来てない。もしもし。ちょっともうちょっとお待ちください。すいません、ちょっと遅れてしまいまし大丈て。夫？はい、大丈夫です。お疲れ様です。はい、お疲はい。れじ様ゃあ、です。皆さん、どう密室ぞ。というよか、ろしくお願いします。映画会をやります。はい、よろしくお願いします。じゃあ、久米君、ちょっと簡単に挨拶してくれ。あ、じゃあ、最初から、うん。はい、やっていいですあ、まだ、ちょっと、一人一人ちょっと紹介させるかね。はい。あ、そうですか。ら。うん。どういうふうにしたらいいですか。あ、じゃあ、俺がやるわ、司会。はい、お願いしはい。ます。はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。おひとみちゃん？はい。ああ、50年ぶりだ。はひとみちゃんってここにいる人さ、い。俺の10代の友達なんだよ。いいな。50年ぶりに今日話を。本当ですか？そんな貴重な会に私まで 入ってていいんですか？たまたま今年の4月ぐらいにさ、メールが来て、再会したんですよ。すごい。はい。いいな。じゃあちょっと今日の始めますんで、はい。ちょっと簡単に一言ずつ、近況っていうか自己紹介お願いします。はい、ぜひ教えてはくい。ださい。はい、近藤君。こんこんにちばんは。は。お疲れ様です。ゴンザリオン、楠木泰造と申します。近況、風がですね、なかなか治んなわあ、くてですね、大変だ。夜になるとなんかちょっともう眠たくて何もできない状態がかなり続いてました。なんだけど、ちょっとずつ復活してきました。あと、映画はめっちゃ面白かったです。あ、あよりかっがたとでうございす。ます。
よかった、最高。結構ヘビーありだがとうごと。ざいます。あ、はい。じゃあ、田中さん。田中と申します。皆こんに様、ちはじめは。まして、こんはばんい、は。こんばんは。私がここに今いるのは、40年前にロッキングオンの猛烈読者だったからやっという、た。その間ははしょりますけれども、はい。映画もそんな詳しくはないんですけど、好きで、はい、後ほどの対話を楽しみにし全てお然り詳しくなくて大丈夫ですか。ます。よかっはたい。です。はい、よろしくお願いします。高井さん。はい、熊本から酒井と申します。こんばんは。こんばんは。近況は、4歳の息子が、今週ずっと保育園、体調悪いのか、気分が悪いのかで休あ、んいでる。て、で、今日に、ぴったりな映画だと嬉しいです。よろしくおわあ、願いします。そうですか。はい。はい、こんにちはは。い。はい、西山さん。はい。あ、こんばんは。はじめまして。西山香織と申しまあ、す。では。今日、進行形学部のズーム初めて参加させて、そうすいなまの。せん。映画が私20分しか見れてなくて、でもすごい楽しかったんで、ちょっと今日はいろいろ皆さんのお話聞くのとっても楽しみにしてます。よろしくお願いはい、よろしくお願いしまします。じゃあ、す。ネタバレしない程度に話しましょうか。はい。松本君。はい。岡山から参加しております、松本隆二と申します。よろしくお願いいたします。まあ、映画、レンタルビデオで借りようと思ったら、何件聞いたんですけど、どこにもなくて、あ、そうか。で、ようやくギリギリ、アマゾンプライムに加入していて、それで、見たんですけど、ちょっと、大急ぎで見て、全部細かくはちょっと見ていないけど、すごくいい映画だなって思いました。楽しみにしてまありす。がとうございます。はい。基本この回は Amazon プライムで無料見放題のやつから選ぼうと思ってますので、だからまずアマゾンぜひ、で。気楽に見てください。はい。ひとみちゃん、一言言って。はい。アメリカで東海岸です。わ1時間しか寝てなくて、ごめん。全然、まだパジャマです。はい、すみません。よろしくお願い。もう3日時本間ぐ語らい。あんまり、日本語も英語もどっちもできなくてすみません。東海岸のどちらなんですか？バルティモアっていうところあで、一番その治安が悪いんじゃないかって言われてるんですけど、ねワシントン DC から1時間ぐらい行ったところで来たね。え。そうですね、ニューヨークから2時間ぐらいですね。トラフィック悪いと、3時間から4時間かかりますけど、でも、すっごい田舎です。はい。なんか二十数年前に日本捨ててさ、ええ、アメリカにずっおお、と暮それらしからてずっとて、ですか。だから頭の中35が、年です。うわ、35 35年。35年。頭の中が英語でしか考えられなくてさ、メールがみんな英語で来るんで。発思考音もが違もいましたもんね、今ね。発音が違ってました。綺麗でした。はい、よろしくね。はい。ちかちゃん。はい、山形の渡辺です。私もゴンゾーさんと同じで、風邪が、あはい、1ヶ月に1回ぐらい最近、ちょっと風邪らしきものを引くようになったんですけれども、今まで1回もインフルエンザにかかったことがなくって、大きい風邪は引かないんだけど、小さい風邪をちょこちょこ引くという渡辺です。よろしくお願いします。どうぞはい、明大日よろ事しく。に。はい。あ、はい、もう治ってます。よろしくお願いします。小戸さん。はい。久常先生の秘書やってます。近藤です。亀先生、お久しぶりで久す。しぶりです。久しぶりです。いつも多摩大学でお世話になった。大変そうおで世話すになりね。ました。お二人にお茶をお出ししてた。そう、多摩大のそばに住んでます。進行学部に入って、毎日ドキドキ過ごしてます。いいでよろすしくお願ね。いします。浜大よりドキドキするんですね。何が起きるか分かんないもんな。はい。よろしくお願いしよまろしくお願いします。吉川です。どうもです。ちょっと先々週か、福岡で行って、で、先週の日曜日、土日が、蜃気楼大学で、で、明日、山形に、熱中症学校なんですよ。
すごいですね。うん、久米君、この間行っちゃうんだよな。はいはい。うん。だもんで、何の支度もしてないんで、はい。ちょっと耳になっちゃうかもしれませんけど、聞いてますわ かりね。ました。後で話しますけど、はい。まあ、一応、ちょっと準備しながら聞きたいと思います。じゃあ、はい。皆さんよろしくお願いします。はい。はい。じゃあよろしくお願いしはい。じゃあ、久ま米君す。お願いします。ははい。じゃあ、い。始めます。共有にしなきゃね。はい、見えてますでしょうか？はい。はい、大丈夫かな？これを。では始めたいと思います。まあ、初めての方もいらっしゃるので、ちょっとだけルール、まあ、簡単なルールをご説明したいんですけれども、まあ、かっこつけず本音、素直に。まあ、さっき映画に詳しいんで、これはどれどれの監督がとか、そういうのは全く必要ないです。はい、ご安心ください。そしてあとは、まあ、発言の恥は書き捨てなので、即興で、はい、映画見たんでこれ話そうとか言うんじゃなくて、皆さんの意見で反応してくだされば結構でございます。そしてまあ、金子みすゞさんじゃないけど、みんな違ってみんないいということなので。別に皆さんの意見に合わせる必要はありません。多分今回の映画なんかもね、やっぱり子育て中の人とそうじゃない人とまた全然違うでしょうから。そして、まあ、できれば発言の骨子とかチャットで書き込みしていただけると、後で私、塚さんからいただいて、ちょっとそれをね、参考にしたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。まあ、ゆるゆると楽チンにというポリシーでいきたいと思っています。そして、まあ、カモンカモンですよね。まあ、基本的に、まあ、次回のもそうですけど、プライム会員特典というやつにしますので、まあ、アマゾンプライム、多分皆さん普通にアマゾン買ってれば、配送料だけで元取れると思うんですけど、一番元取る方法は、この映画です。もう私もアマゾンプライムで多分年間100本ぐらい見てるので、それだけでもうアマゾンにも足向けてやられない状態であります。で、予告編が見られるかな。When you think about the future, how do you imagine it'll be? ニューヨークで一人で暮らすラジオジャーナリストのジョニー。 So can you stay with Jesse? 妹から頼まれ、9歳の甥っ子の面倒を見ることに。 Yeah, it's like a mini Johnny. Kind of weird, eccentric. Yeah, but why not just do something normal? What's normal?Can you hear that? Aren't you married? I find it hard to express that love to each other. You are just terrible at this. Johnny, Johnny, let's go to the park. Stop it. Stop it. Jesse! Jesse! In his little inarticulate kid way, he's saying, Can you take care of me feeling this way? Are you laughing or crying? I can't tell. I want to have the appropriate reaction. You'll barely remember this. You'll have like a... You're just the stupidest, stupid person. 大人も子供も迷いながら生きている。君の話を聞かせて。Stuff you'd never think of happens. So you just have to. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on. ということで、皆さん思い出していただけましたでしょうか。はい。まあ、こういう映画でありまして、私は最初何も予備情報なしで見るようにしてるので、見始めたら、皆さんも最初はね、なんだこれドキュメンタリーかとか思いますよね。うん。社会派のドキュメンタリーで、アメリカが抱えた問題を子供から探る映画かと思ったら、途中から全然違ってたということでございます。じゃあ、皆さんの意見一人ずつお聞きしたいと思うんですけども、まあ、最初にさっき自己紹介されて、すごく良かったと言ってくださった、じゃあ、体操さんからよろお願いしていいですか。はい。ちょっとどもりながらやっていいですか？何でもいいです。ごめんなさいね。まず、面白かったのはすっごい面白かったです。特にセリフの
言い回しとか、セリフのうんちくとかが深い、うん、深いですね。ね、なんだろう。だから情報量としては、だからすごい多いんで、一回見てもいい、なんだろう。刺さる言葉が随分違ってくるのかなって思いました。うん、まあ、ごめんなさいね。どもっちゃいますけど、映画としてはすごくよくできてて、で、まず最初の感想が、なんだろう、そう、家族の関係っていうのを、こう、ねっとり描いてて、そう、追求すべきテーマは、まあ、すごくいい線、大好きな感じなんですけど、でもね、自分のことに置き換えると、うん、耐えられないなっていう感じがしますね。結構大変な子ですよね、あの子ね。だし、うん、その、なんだろうな、まあ、子供は僕は割かし許容はできるんだけど、うん、ことあるごとに兄弟で相談して、お互いに悩みをこう、ぶちまけて、うん、で、どんどんこう、なんだろう、障害を乗り越えて、理解していこう。っていう、あの感じがですね、うん、僕には逆に耐えられないというかですね、まあ、映画の中でも出てましたけど、所詮理解できない、まあ、絶対他人っていうか、視点が違うんで、絶対理解はできない上で、理解しようといくのか、それとも、僕なんかはどっちかというと、理解できないんだからもういいじゃん、みたいな、ノリで、な生活なんで、はい、ネットにすげえな、こういう表現はあっていいけど、俺はダメだな、自分の立場になるとそういうことはできないなっていう感想を抱きました。あともう一個ごめんなさいね、すごい悪い言い方するんですけど、はいはい、悪いこと言っちゃうんですけど、うん、自分が、なんだろう、まあ、ある意味、出てくる人みんな、かまってちゃんに見えちゃって、うん、で、そのかまってちゃんに対する、僕自身は、とてもとても許せないというか、はい、逆に、なんだろう、すっげえ嫌だって思っちゃいました。っていう、なんか変な感情をですね、呼び起こされてですね。うん、で、ごめんなさいね、普段こんな喋んないんですけど。いや、すごい喋ってくれて嬉しいですよ、それ。その、なんだろう、普段の人間関係っていうか、親子関係でも、まあ、友人関係でも、兄弟関係でもいいんですけど、はい、なんだろう、特にそのお父さん、ごめんなさい、ネタバレちょっと入りますけど、うん、お父さんの感じがどうも許せないっていうかですね、何が許せないかっていうと、うん、自分、なんだろう、好きなこと言っていいと思うんだけど、はい、それをなんかこう、嫁さんに聞いてもらいたいというか、そのなんだろう、うん、聞かないとこんにゃろうみたいな、こう、なんか、はい、なんていうかな、支配 してやろうみたいな、そういうノリっていうかですね、それも、まあ、はい、人間関係の一つのあれなんですけど、そのねっとりしたそれがもうとても耐えられないというかですね、すごい怒りを僕の中でなぜかよくわからないスイッチが入って怒りになってきてですね、お前そんなこと言うんだったら自分の中で言ってこっちを巻き込むなよバカーみたいな感じの感情がですね、すごくすごく湧き起こっちゃいました。なんでそのタイプの人にはなんだろうな、僕はすごく嫌悪感を抱くっていうことがこの映画によって分かってしまったっていうことがあります。はい。さっき予告編では多幸感、幸せが多くって言いますけども、はい、多分、まあ、私もそうなんですけど、ちょっともやもやした感じもかなり残るんですよね。うんうん、うん。いろんな形で。そして自分を置き換えたらって考えると、はいはい、まあ、どの立場でもいいんですけども、主人公の立場でもいいし、子供の立場でもいいし、うん、妹さんの立場でもね。お父さん立場でもなんかどこにいてもモヤモヤするような不思議な感覚になるんですよね。で今すごくいいことをおっしゃってくださったと思うんですけど、まあ普通親子関係の映画としてさっきも見てるんですけど、実は結構兄弟の葛藤で、そして多分ひょっとしたらここにいらっしゃる皆さんももうすでに抱えてる問題かもしれませんけど、介護が入ってるでしょ、うんうん、地方と介護が入るとね、結構私の周りでもああいう兄弟喧嘩っていうのは起きるんですよね。どうしたらいいか、まあ、あとはホームに入れるかどうか問題も含めてね、うん、
映画ありましたね、その何だろう。兄貴の方は、優しく受け入れ、話合わせんだけど、なんでその、うん、あなたはね、いいのよ、たまに来るからみたいなね、非常によくあるシチュエーションだったので、結構つらい、私も長男なので、ちょっとね、つらい立場でも。あとやっぱり、兄弟でもね、私愛されてない、かまってちゃんの話と同じですけど、私愛されてないみたいな話も絡んでてね、結構ヘビーな映画でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。田中よしこさん、いかがですか？いろいろさ、すごいうなずいてくださったんで、いろんな意見があるんじゃないかと。そうですね、はい。あ、後の方でね、いろいろお話ししたい方の分、全部言っちゃうのもあれなんで、全然大丈夫です。皆さん、いろいろお話しされるので。大丈夫です。内容の前に、そのモノクロね、これ、すごく狙ってモノクロで作ったんやろうなっていうところが、最近の映画なのにね。うん、それがね、そのおっしゃったようにインタビューの部分とドキュメンタリーの部分をめちゃくちゃシームレスになんかつなげてくれるっていうか、はい、これモノクロだからだろうなと思ってすごい威力を発揮してて、この間見たゴジラマイナス 1.0 もそうだったんですけど、なんかね、よりこうモノクロがこう何かこう意味が迫ってくるっていう感じがね、ちょっとしてよかったなと、思って。で、内容はね、今私と伺ってて、自分は結構ホアキンの立場で見てたなという気がつきました、で思ったのが、何でしょうね、ジェシーがね、はい、時々と折に触れてブラーブラーブラーペラ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 言いますね、はい、あれにね、すごいギクッドキッてさせられて見てました。させられますよね、あれね。そうっていうのが、やっぱ子供って、すごく残酷だし正直じゃないですか、はい、で特に多分ジェシーはインタビューを受けてたリアルのすごく立派なね、ことを言う子たちと比べて、ちょっとギフティッドなのか、少しね、まあそういう傾向も多分ありつつで、すごくドーンって直線でこう聞いてくる、はい、でそれに対して、はい、私もそうだし多分社会もそういうとこあるんだけど、なんかその場をしのごうっていう答え、だからちゃんと向き合ってさらけ出すとかをいちいちしてたら疲れるから、やっぱりこういなすとか、その場をね取り繕ったり、大人の答えをしちゃったりとかすると、はい、全部見抜かれてブラーブラーブラーって言われますね。 あれ嫌ですね。うん、でもなんかあれがやっぱりドキッとしたんですよね。で、私も22年に会社は辞めたんですけど、長くそのいわゆる企業みたいなところにいて、で、そういう場だとそういう対話って結構あるんですよね。もうこの場はこう言っとこうとか、早く合意形成に向かおうとか、変なあさってのことを言う人を会議中にちょっとむって有名で見られたりとか、でもなんかそういうことを続けていくと、やっぱり生身の人間の一対一のコミュニケーションの時にね、結局埋まらないものがどん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 積み上がって、その分かってもらえない人が世の中中に溢れちゃうんじゃ、分かってもらえてないっていう、かまってちゃん、だからそれが転じてね、転じて 鬼になるというか、まあ、はい、転じてかまってちゃんになる人が、なんか増殖しちゃうんじゃないかなとかね、思って。で、まあ、だから他者を、その家族であれ他人であれ、他者を完全に理解するのって多分 100% 無理なんだけど、 その理解、目の前にいるたった一人の人とちゃんと理解をしてみよう、できないけどしてみようっていう風にやっぱりするしかないのかなとかね、ちょっとドキッギクッてさせられながら、そんな風にちょっと思いながら、見てました。全部に全力投球してたら大変だけれども、なんかちょっとそういうのを思いながら見てました。ありがとうございます。まあ、私もセリフの中で一番ドキッとするのはブラ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 ってやつが一番ドキッとしました。っていうのは、まあ、私ももう還暦のおじいさんなんで、まあ、自分では意識してないけど、やっぱ説教臭くなったりしてるね、あとは大人らしく話をまとめようとする感じが出ちゃってんでしょうね。そうすると、息子なんかは、何それ自慢みたいな形だったりするのが、だからブラブラブラで何それ自慢みたいな、中身ないよみたいなね、話だと思いますし、まあ、学生と話しててもね、怖くなるんですよね。はい。結構。ね、だそれはやっぱり裏に、そのさっきの理解してくれないかまってちゃんとも似てると思うんですけども、私は東京の下町だから、むしろね、構わないでくれちゃんになりたいぐらいで、過剰なコミュニケーションと過剰なみんなね理解、あと裸の付き合い、銭湯だから。だから今の、Z 世代の、本当に、
下手すると一日誰とも喋らなかったみたいなね。こう結構いっぱいいるんですよね。だからまあコミュ障っていう言葉あんまり好きじゃないけど、そういうのからしてみたらやっぱりね、ちょっとこっちもコミュニケーション考えないと、もうブラ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 って言われておしまいになるような、そんな怖い気持ちでね。だけどやっぱり、田中さんおっしゃるみたいに、それでもやっぱりこの子はね、どうしてこういう受け答えになるんだろうと、まあ、日々悩んでおります。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら次はですね、じゃあどうしようかな。じゃあ、酒井真理子さんお願いしてよろしいですか。はい。素晴らしい、もう素晴らしい映画でした。もう、そんな映画教えていただいてありがとうございますっていう気持ちです。母親がなんかすべての解決を、すべての解決するという不可能な任務を負っているみたいな、ありましたね。今私は4歳の子供を育てているんですけど、本当に自信みたいな子で、義理の、夫の方のお母さんに、すいません、お母さん、今日も、助けてください、もう子供預かってくださいって言って電話して、1週間乗り越えるんですけど、夫がどうにかしてじゃなくて、母親同士で解決するんだなっていうところと、だけどやっぱり、夫の方のお父さんは、今、すごい助けてくれようとするけど、なんかまた、あれが、なんていうか、分かってないといけないなと思ったりとか、やっぱりビブ、お母さんが、子供のことを、賢くて風変わりって説明してるところ、もうこの、それだけも言ってくれて、本当にありがとう。もう泣いてしまうぐらい、なんか私も思ってるんですよ。賢くて、なんかそう、ウィアードっていうのがもっと直接的に変だって言ってるような、思って、もう本当にありがとうございますって思って、私も特性がある、息子も特性がある子なんですよ。あんな感じなんですよ。本当に、ゾッとする時もある子で、なんかそんな思いの母親と会えてもう嬉しいと思って、思ってます。あと、最後にパジャマ姿がジェシーの可愛くて、こういう姿見れるの今だけだなと思いながら見てました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりちょうどね、子育て中で、まあ、田中さんの言葉借りるのは多分ギフティッドなお子様だと思うんですけれども、まあ、そういうお子さんとね、やっぱり接してる人だと、やっぱりすごいリアルにね、感じるだろうと思いますし、まあ、私は父親の立場でやっぱり当然見るんですけども、やっぱりあれだけ信頼関係作っても最後お母さんと会った時はね、やっぱりお母さんって言っちゃうでしょ。やっぱり子供は最後、男は辛いようですよね、太蔵さんね、やっぱりね。あ、負けたって感じしましたし、あのシーンでね。いくらやってもやっぱり最後母親に勝てないんだみたいなね、ところはね、感じながら見てました。どうもありがとうございます。可愛かったですよ、今のお子さんね。今回、ああいう形で参加してくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、近藤さんいかがですか？はい。久しぶりに、いつも日本の邦画ばっかり見てたんです。おお、そうですか。久しぶりに、すごい久しぶりに字幕を読みました。で、私はもう子供がね、4月から下の子がもう会社員になるんですよ。おお、おめでだとうごかざいらまもう、す。だいぶありがとうございます。だから、こう、なんていうか、余裕を持って見ることなるほど。酒井こさんんとなちょっことともあ違っうた。立場ですね。そうですね、こんなことあったなとか、まあ、ピーピー泣いてたなとか。でも、主婦っていうか、こう、24時間いる感じ、一緒にいる感じで、だったので、旦那さんが、こう、ちょっと倒れてるとか、お母さんが地方が出てるとか、そういうのがない時だったので、なんかまあ、普通に子育てしてきたなというふうに思いました。まあでも、今もまだしてる気満々ですけど。あと、途中でジョニーが、インタビューをしてて、で、その子供たちの、その今の状態を、その今を共有してるけど、インタビュー終わったら、
私自分はあのなんていうか元の世界に戻るじゃないけど、うん、そういうようなニュアンスのことを言っていて、で子どもたちの今のその貧困とか、うん、なんか置かれている状況はその子たちはずっと変わらないけど僕は帰ってくるみたいな話をしているところがちょっとこう引っかかったっていうか、ぐっときました。なんかこう、あ、そっかと思ったんです。なんか納得した。納得じゃないけど、なんか、あ、そうかと思いました。ありがとうございます。はい。まず、あの、近藤さんから酒井さんに送る言葉としては、はい、まあ、いずれそれは懐かしい、なんか遠い思いになると。ということで、まあ、まだ十何年かかると思いますけれども。まあ、これからいろいろ。はい、近藤さんの引っかかる言葉も今聞かれて思い出したんですけれども、まあ、さっきあの太蔵さんも1回見ただけでっていう話でした。僕2回見たんですよね。やっぱ2回見たらね、引っかかる言葉やっぱ違うんですよね。多分もうちょっとしてから3回4回やるとひょっとしたらあの子供の言ったね些細なインタビューの言葉が刺さるかもしれないし、まあ、最初見た時はどうしてもあの結構ヘビーなストーリーの方に行っちゃいますけれども、だからあの不思議なインタビューも絡めて、普通だったらあれね、カモンカモンって言っておしまいにしてもいい映画なんだけど、最後またインタビューじゃないですか、うん、これすごい不思議な映画で、ひょっとしたら一番言いたいことはあのインタビューの中にねあるのかもしれないしとかね、思わせる不思議な映画でしたね、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃ次松本さんいかがですか。はい、まあ、あの、僕は本当に、あの、一回見たよりも、もうちょっと、あの、0から1の間の、本当にちょっと軽く見たいう、うん、そういう状況なんですけど、また2回、3回と見ると、また違ってくると思います。うん、で、一番、あの、あ、すごく元気が出るシーンは、うん、あの、ジェニーですかね。が、あの、カモンカモンいう、はい、あの言葉が、あの、未来は思った通りにならずに、あの、もうわからないけれども、先へ先へ進むしかない、カモンカモンいう言葉が、なんかすごく、あの、大人も元気にさせる言葉だなと思って、あの、そういう、本当に、あの、先はわからないけれども、あの、くよくよ悩まないで、あの、先へ行くことが大事なんだな、ということを思いましたし、映画のタイトルがどういう意味なのかな、と思ってたんですけど、あ、そういう意味なんだって思って、あの、そこはすごく印象に残ってます。で、あと、もう一つ、あの、その、ジェニーが、あの、放送用のマイクを手にしたときに、うんはい、あの、そこで、あの、子供と大人の世界の、その、出会いを、なんか、感じたので、この、あの、子供が、あの、大人の世界の、こう、扉を開いた、このマイクによって、ひょっとしたら、おじさんと同じようなことをすると、また、才能が伸びたり、するし、非常にいい、そのインタビューの仕事とか活動するにはいい環境にあるいうような感じがしました。そのシーンはすごく、あの、印象に残りました。はい。それと、あと、あの、やっぱりちょっと子供の視点ではちょっとなんか見れなかったです。あの、その おじさんの、あの視点で、あの、ヒヤヒヤする場面が多くて、僕が今、中学1年生の、あの、娘がいるんですけど、うん、あの、ものすごく関わり方が難しいです。どんな、あの、考えをしているのか、どんな、その、生活なのか、どういう、その今風というのが全くちょっと理解できないので、で、あの、本当に一言一言が、なんか、すごくしっかり考え、子供なりに考え持っていたり、自分が学ぶようなことも多いので、で、
まあ、そんなにヒヤヒヤすることはないんですけど、その関わり方はすごく難しいと思っているので、今回の映画はすごく勉強になりました。で、大人だと、やっぱりこう、責任感、しっかり世話しないと、しっかり守っていかないという責任感を持ちながら子供が自由に振る舞うので、すごくヒヤヒヤするだろうな、いうふうに思いました。でも、子供といっても、すごく、9歳でももう自立した大人として本人は、生き生きと、行動したり考えているんだな、ということが分かりました。以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございます。じゃあ今、現在進行形で一番難しい思春期の娘さんと父親との関係を、それもまた別の映画になりそうな感じですけれども。それで、カモンカモンっていう言葉、実は私この映画は、もういつも Amazon プライムバーっと、パレットみたいに映画作品が並んだ時に直感で選んでるんですね。カモンカモンっていう名前が面白そうなのと、モノクロなので、でカモンカモンっていうのが読めないじゃないですか。なら、なんだろうこれっていうんで選んだらいきなりインタビューが始まって、なんじゃこれはと思ってる間に、親子関係に引きずり込まれたっていう感じなんですよね。で、カモンカモン、いつ出てくるんだろうとみんな思いますよね。ブラブラばっかり言って子供がいつ言うんだろうと。で、松本さんおっしゃったように、やっぱり最後のところで、よく考えたら、子になしてみたら、お父さん大好きだけど、ああいう状況じゃないですか。そして、お母さんはお父さんのこと大好きだけど、持て余してるのは多分子供からしても分かりますよね。多分ね。逆にお父さんがいないとほっとしてるとかいうの子供は見抜いてるし、それは多分自分にとっても同じだって多分あの子は気がついてますよね。お母さん自分のこと好きだけれども、やっぱりお母さんのこといろいろ試して、毎晩いろいろ試してみるとどうもね、持て余してる感じがするみたいな感じがあるじゃないですか。だからある意味すごい辛い現実を生きてるお子さんなんですよね。でもそれ松本さんが言ったところあたりでね、まあ、もちろんおじさんとの出会いもありますけれども、ある意味割り切ってこれもまたね人生みたいな感じで進んでいくっていう9歳ってすごいなと。私60になってもなんでこんな目に遭うんだろうってことしょっちゅうあるんですけども、ちょっとやっぱり松本さんと同じでね、もうカモンカモンって言いながらやるしかないなと思っております。ありがとうございました。じゃあ次、東海岸届いてますでしょうか。林ひとみさん、吉川さんが今ちょうど戻ってきましたんで、吉川さんとの対談を兼ねて、どうぞ。最初に、1ヶ月ぐらい前に見たんですよね。そしたら、そのマイパートナー、パートナーが一緒、うん、パートナーと一緒に見たんですけど、はい、彼は一言。ハイメンテナンスって言ったのね。どういう意味ですか、ハイメンテナンスって。ハイメンテナンスって手がかかりすぎっていう。そういう意味ですか。いや、それはもう絶対そうだと思いましたね。うん、で、で、今日初めて日本語の、はい、なんていうんですか、日本語の翻訳みたいなのを見たんですけど、うん、普通はね、翻訳、日本語の翻訳すごく悪いんですよね。はい。日本の字幕が出た時に なんてこんなに悪い日本語訳するんだろうと思うんですけど、うん、今日見たのは多分すごく要するに前評判がいい映画だったのか、うん、そのすごくよくできてる、よくできてる以上に、うん、その翻訳してあるので、あ、だからその本当のその英語よりももっともっとその中身を出してるのね、うん、これはちょっと本当のこと言ってこれは詐欺だなと逆にだから、うん、日本語の翻訳がよすぎちゃってて、なるほど、すごく解釈、言葉の解釈以上に出てるんですよ。ああ、そうなんですか。うんうん、だからこれはその翻訳者さんの意図がすごく出ている翻訳だなって、それは面白いなと思いました。それは今日、今日その、なんて言うんですか、その、
あのなそのショートで見せていただいた、はい、あの映画で初めて見たんですけど、でそれでそのみんなあの お母さんも、お母さんはまあ なんていうのかしら、小説家だから、小説家とかいろいろ先生もやってるし、はい、だからインテリですよね、はい、であのお父さんはも問題が非常に多いミュージシャンっていうか、うん、そのクラシックのその、はい、あれだから、まあどちらかというとあの中流以上のお家だと思うのね、はい、で彼もあ要するにおじさんっていう人もインテリだから、だからこういう会話が成り立つんだと思うんですけど、そのいわゆるその日本の中流以上の人だと思っていいと思うんですね、はい、で、うん、私もどちらかというと、なんか子供がごちょごちょ言って、もういいっていう、そういうふうな感じで来ましたので、はい、いや、ちょっと、これは、まあまあ、心理学を勉強するにはとてもいいけれども、いや、私も少し、いろいろその、はい、あの、いろんなところに、あの関わっていて、その自己なんていうんですか、日本語で言うとよくわからないけど、あの自己開発みたいな、はい、そういうところに やればいいかなと、それはそういうなんていうんですか、ごめんなさい日本語よくわかんない、だからね、自己開発に行くとね、今日本でそのパンデミック中に参加した自己開発っていうのがあるんですけど、どこにも行かれないから、そのズームでやってたんです。で、関野あ直行先生って方の、トラウマチェンジングワークショップっていうか、なんですね、あ、これは、これやれば一発でできるじゃないっていうような問題がいっぱいありましたから。うん、この映画の中に。そう、はい。だから、その、すごく悩んでる人には、日本でそういう立派な成績やってらっしゃる講座があるので、ぜひお勧めしたいと思います。はい。ただその、インタビューをしている子たちも、そう、はい、表っていうか、その表面的にはすごく、いいこと言ってますよね。その、はい、要するに将来のためにどうのこと、はい、まあ。アメリカ人っていうのは日本人と違って、うん、問題意識が高いから、うん、あのいろんな意見を持ってますね。はい、でインタビューされたから、まあ、そういうふうに答えるのかもしれないけど、立派な答えがいっぱい返ってきます。うん、ただ現実問題として、そんなに、あ、いや、両親が揃ってる人っていうの方が少ないし、はい、特にその、移民してきた子どもたちっていうのは、はい、もっと大変な問題を抱えてると思うし、はい、でなんか、いや大変だなと、そう思いました。それで、うん、このインタビューはどこまでが、うん、本音で、はい、どこまでがよくできてるのかなって、うん、思いましたけれども、はい、まあアメリカの子どもたちっていうのは置かれてる環境っていうのはと全然違いますし、うん、人種の狭間だし、やっぱりいろんな意味で問題があるような気がしていても、みんなそのいろんなその人種の狭間でね生きていくっていうことがもう当たり前の状態なので、日本人の子供に比べていっぱい動きがあるんですよね。で、私はそういうの好きだから、35年です。で、うん、いじめられ、もちろんその人種差別もありますし、いじめられ、仕事でいじめられたりしましたけれども、アメリカっていうのはやっぱり、あ、なんて言うんですか、その学校に行かれない子供っていうのは少ないんですよね。で、うん、これはやっぱりそういう、その、問題があるからこそ、違うところとか、その、施設が充実したりしてますので、だから、例えばその、学校の終わった後で、その預かってくれる人たちとか、
そういうボランティアの人が多いので、まあ、成り立っている世界かなとは思います。うん、で、やっぱりそのこの子供、この主人公の子供のような、なんていうんですか、その要するに手のかかる子供っていうのは、ここまでよくしてはもらえないから、すごくやっぱりこの子は大事にされて育ってきたのだと思いますね。やっぱり問題がある、精神的に問題があるお父さんでさえも、その、うん、一人の人間として、一人のその大人として扱ってきた結果はこれだから、早く成長して、それでも持って、もっともっとその手のかかる子供と大人っていう大人のはざまにいるんだと思うんです。まあ、ちょっとやっぱり、その、私もう74ですので、その、一言、トラウマチェンジングワークショップ行ってください。そうですね。まあ、みんなトラウマ抱えてましたね、主人公。その棘抜いてあげたら、まあ、みんな幸せだけど映画にはならないかもしれませんけど、で、私やっぱり林さん来てくださったんでね、本当にすごくこの回が豊かになったと思ってます。で、インタビュー見て、みんなね、多分厳しい環境に置かれてるはずなのに、なんでこんな立派な意見だろうと思った反面、ふと今の林さんの話聞いて思い出したのが、私東日本大震災の5日前に実は気仙沼で私講演してたんですよ。それで、この綺麗な街並み、古い街並みでね、町おこししようっつったのは全部流されちゃったんで、しばらく私ちょっとメンタルおかしかったんですよね。うん、でも、その後 NPO でお手伝いしていくと、東京の子よりもね、はるかに勉強するようになったんですよ。うんうんうん、この子供たちってね、やっぱりね、素敵な状況だから将来勉強してね、まあ、ここの地元を良くするとか、まあそういうことに燃えるわけで、だからアメリカの子供たちのインタビューも、まあいろんなことを抱えてるからこそね、何かしなきゃいけないって思ってるんじゃないか。で、逆に私今、企業が育てる大学で教えてるんですけども、社会課題わからない子だらけなんです。みんな豊かだ。豊かって言ってもすごいスーパーリッチじゃないですよ。中流で、あんまりお勉強しなかったのに、親が大学に150万で行かせてくれる子供たちだから。スマホ持って幸せになっちゃう。そういう子たちっていうのを逆に言うとね、意見もと言われても、まあ課題とか出せばちゃんとやるんだけど、自分で、だからインタビューの子供たちは、アメリカの課題なんですかって言われなくても、日々が多分課題だと思うんですよね。人種差別の話もあったでしょうし、貧富の差もあるでしょうし、だからそこをね、今考えさせられたなと思いました。ありがとうございます。じゃあ、ちかさんお願いしていいですか。はい。はい、ですね。この間もモノクロの映画で、はい、ニューオリンズを見たんですけど、はい、モノクロ2回続けちゃいました、ね、そうです。あ、いえいえ、この間みたいに最初からモノクロだって分かってるのはすごく見やすかったんですけど、はい、今回いつ色が入るんだろうって、そういう感じの映画ですよね。はい、これは絶対途中から色入りそうですね。ドラマのところ、ニューヨークに、そう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 、はい、なんかその辺で変化をつけるのかなって思ったんですけど、もう待てど暮らせどずっとモノクロで、で、あ、終わったって思ったんですけど、これ思ったんですけど、2回見て、もしかしてこれっておじさんの思い出なんじゃないかなっていう視点で見たんですね、2回目。そうかもしれないですね。はい、セリフの中で、なんだろう、最後の方のシーンで、僕はこのことを思い出せないかもしれないって男の子が言って、でもおじさんの方は、いや、僕がすべて思い出させてみせる、で、その男の子は、もしかしたら自分は忘れちゃうかもしれないっていうことで、一瞬顔が、君は顔曇ったねって言ったんですよね。で、その後におじさんが、でも僕がすべてを思い出させるよっていうセリフがあったので、あれ、もしかしてこの映画って、おじさんが思い出し、忘れたくない思い出なのかなって。うん、で、また男の子、ジェシーもまた、うろ覚えだけど、忘れたくない事柄だっ
ったんじゃないかなって思った時に、すごくこの映画って味があるっていうか、やっぱり1回見た後と2回見た後で全然違ってて、1回目見た時には本当にドキュメンタリー映画なのかなって思うぐらい、あの生徒さんたちのメッセージがすごいなっては思ったんですけども、もしかしてそのこの2人のこの旅は忘れたくない思い出だったのかなって2回目に見て思いました、うん、でやっぱりそのモノクロっていうのすごくいいなって思って、いろんなニューヨーク行ったりとか、デトロイト行ったりニューオーリンズ行ったりしてるんですけど、白黒で全然そのどこに行ったかが入ってこないんですよね、だからその土地土地は2人にとってそんなに重要じゃなくって、会話のやり取りとか言葉のやり取りがすごく大事だったんだなって思ったんでした。はい、いや素晴らしいご感想ありがとうございます、ね、はい、なんかほら大滝栄一さんも、はい、思い出はモノクロームって言ってるじゃないですか、はい、言ってましたね、そういえば懐かしい歌を今思い出しましたそうなんですね。で見終わった後に、私いつもだと、予告編を見て大体見る映画決めるんですけども、うん、久米先生がいつも突然この映画でって、はい、あまり頭に何も入れないで見ましょうっていうこと、はい、予告編とかなるべく見ない方が、うん、見ないでって、うん、で見終わった後にこの俳優さんの目には私は覚えがあるなって思って、誰だったろうって思って後で調べたらリバーフェニックスの弟だったんですね。ああそうなんだ。はいはい、ホアキン・フェニックスってすごいアカデミー賞とか受賞されてる方っていう以外に、スタンドバイミーの不良少年のリバーフェニックスの弟で、懐かしいですね、うん、ね、私目がそっくり。ああそこで思い出すんだ、すごいですね。そうなんですよ、私あれも見てないので、ジョーカー見てないので、みんなホアキン・フェニックス、フェニックスの演技すごいって言ってるんですけど全然わかんなくて、今回見て初めて一致したんですね、ジョーカーの俳優あこの人でも この映画が最初でよかったなと思っていました。他の映画見てない、見てなくて逆に良かったって思って、はい、この映画が彼の最初の映画で私の出会いの最初で良かったなって思いました、うん、ありがとうございます。以上です、ありがとうございました、はい、まあ映画の知識がないとどうのこうのって言いますか、うん、私もね映画いっぱい見てる割には全然記憶力がないので、うん、今ジョーカーとの人と同じだって初めて聞いて分かりましたはい、はい、両方見てんのにね、うんはい、その程度なので私は安心してください。で思い出なんじゃないかっていうね話はねすごくいいなと思って聞いてました。確かにおじさんがまあこの後も多分一人で生きていくんですかね、で生きてってひょっとしたら最後死のとこに着いた時にふっと思い出すのは多分頃のこのね映画の時のことじゃないかなっていうふうに思いながら今ちょっと聞いていて、そうかモノクロ確かに私も時々カラーの夢は見るんですけどもほとんどやっぱりモノクロなのでね、そういう感じで記憶って蘇るのかなっていう視点でこれからちょっとモノクロ映画をね見てみたいなと、うん、思いました。まあ、そう言われればね皆さんもご覧になったかもしれないけど黒澤明の羅生門なんかもね、まあどこまで本当でどこまで夢でどこまで思い出かもわかんないでしょ、やっぱりモノクロってそういう特徴があるかもしれませんね、うん、ありがとうございます。じゃあ最後になりましたけど西山さんリラックスしていただいて結構なんで、あんまりたくさん見てないっていう皆さんの意見を聞いた感想でも構いませんので、はい、ありがとうございます。あ、まず今日初めて経学部のこちら参加させていただいてすごく楽しかったです。僕はもう20分しかなかったんですけど、まあ、モノクロの映像美とちょっとドキュメンタリーやっぱり日本の子供と全然違うな、あんなにちゃんと自分の意志力がはっきりしてて、すごい映像に引き込まれちゃったんですけど、もう時間がなくてもう今日この時間迎えてしまって、でも改めて皆さんのお話でものすごく見たくなりました、うん、あよかった、あと見たくなくなったって言われたの皆さんで
すごくなんかいいコミュニティですね。この感じが私今日すごく楽しくって、いつも伝わらなくて参加できなかったんですけど、ちょっとなんかこの手もすごい素敵で、また今次楽しみに参加させていただきたいと思います。ます次はちゃんと見て、はい、しっかりちょっと、皆さんと共有できるように準備したいと思います。すごい、本当に貴重な意見ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいです、そう言っていただけると。いつもキツカワさんとね、私とキツカワさんしかいないみたいな回だったんですけども、こんなにたくさん来てくださるよ。本当に涙が出そうです。ありがとうございます。じゃあ最後、キツカワさん、ちょっと、まとめというか、なんというか。まとめようがないよ、これ。みんな好きだ。面白いですね。一本の映画でもこんなみんな見方違うんだってのが分かって、うん。だからまあ、それぞれの立場でね、父親とか母親とかね、子供の立場になってみたりね、まあ、いろんなものが見えると思うんですよ。僕が、まあ、前もニューオーリンズとかね、久米君に紹介してもらって、紹介してもらえたら絶対見なかった。知らなかったしね。はい、今回も絶対これ自分で探してみようとは多分思わない。でも、まあ、映画のなんていうんでしょう、ある人可能性というかね、そのうちの一つを感じました。うん、で、まあ、内容については、まあ、いろんな意見があって、それそうだと思うんですけども、うん、僕が初めてこれ見てね、なんかすごく懐かしい感じがして、うん、それはね60年代のね、テレビってねこういう番組あったんですよ。へえ。だからテレビがねジャーナリズムだったんですね、はい、うん、今はもう完全エンターテインメントじゃないですか、はいはい、でマスコミ Q っていう番組があってね、ほんと街出てねいろんな人にいろんな質問をねバンバンぶつけるみたいなね、番組があったりね、結構そのドキュメンタリーっていうかジャーナリストみたいな放送人がいたんですね、それまあ作ったTBS の4人組なんですけども、まあ、それがテレビユニオンと作ってね、すごい、またテレビ主催者と一緒にテレビのことをいろいろ実験やった人たちがいるんだよね。でまあこれもある意味ではジャーナリズムっていうかね、いわゆるエンターテインメントなんだけど、うん、なんか本当はジャーナリズムやりたい人たちだなっていう感じがまでしましたよね。そういう感じですよね、うん、だからむしろその脚本を一生懸命書いたっていう感じで、それにこう絵をつけたみたいなね、いう感じがして、でもそれも多分映像の可能性だと思うんですよね、映像でこうエンターテインメントでハリウッド型のね大スペクタルで脅かすっていう映画もあるけど、もうちょっとこう個人的な内面に入っていく、パーソナルなこう感情をねこう揺さぶっていくみたいな、まあ、これ本来文学だったりジャーナリズムの世界なんですけども、はい、まあ、それを映像でやってるっていうのもね、これはやはりアメリカの一つの懐の広さというかね、うん、まあ、そういう可能性みたいなものをね、感じましたね、うん、ただこれやっぱり好き嫌いがあると思うんで、ダメでしょ、ダメだと思うんですね。そう思います。初めからごめんなさい。私もちょっと思い切って進めてみたんですけども、意外に皆さん好評だったんで、逆に驚いた。まあ、これは一応課題なんでさ、みんな見ちゃうんだけど、ゴンちゃんなんか、初め本当耐えられないじゃん。で、耐えられない雰囲気がちょっと出てました。ね、うん、だけどまあ、そういうものを含めて映画文化なんでね、はい、逆にこういう課題があるからみんな見たっていうところもあってさ、まあ、これはこれで一つ久米君のやってることのね、この可能性なんで、ぜひまたちょっと絶対見ない映画を紹介してもらいたいと。ガーンだな、その辺の期待を含めて今回は見てました。わかりました、はい、どうもありがとうございます、はい、皆さん本当ありがとうございました、はい、私も楽しかったです、はい、うん、はい、で久米君さ、はい、次回のやつをこれはもう映画でいいから、あれやめよう。はい。久米吉祭壇は。あ、そうですか。もう時間になっちゃいました。うん。あ、ちょっと明日です。今日忙しいんですか。あ、ちらっとだけ紹介していいですか。もう終始終わらせますから。はい。ぜひ見てほしいものなので。はい、じゃあ、久米君ちょっと紹介してください。はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。どれかな。When you think about the... あ、これ、ちょっと待ってくださいね。はい。The future, how do you... はい。来週の、あ、次回の、来週待ってますね。はい。見てないといいな、オットーという男っていうやつ。見たことある人います？
ないな。これ小説だったよ。おっとという男です。まあ、トム・ハンクスです。まあ、トム・ハンクス出てくるだけで泣いちゃう人もいるかもしれないけど、まあ、ちょっと今までトム・ハンクスもやったことない映画で、オットーという男。検索すると Amazon プライム会員、昨日の時点でも調べてまだ無料でしたので、うん、ぜひこれちょっとチェックしてみてください。これ課題です。はい。はい。あと、まあ、皆さんにお伝えしたかったのは、ちょっと今週末で終わっちゃうんですけど、東京ステーションギャラリーの道のく愛しい仏たちっていう展覧会が素晴らしすぎてですね。私もともと仏像オタクで、まあ、トガン寺の、まあ、地元の人が埋めて守ったというね、この十一名観音様、国王が一番好きなんですけども、それ以外にも円空さんとか木喰さんのこの素朴なやつがもともと好きだったんですが、もっと素朴なのが東北にいっぱいあるっていうんで、見てください、これ。道のく愛しい仏たちっていうのを、なぜかあの JR がやってる、東京ステーションギャラリーです。で、要は、もう無名の人が、もう本当の民間信仰ですね。民芸みたいなもんです。もう、もう東北なんか暮らし厳しくて貧しいから、その中でなんとなく、もう自分の心の拠り所が欲しかったっていうようなもの。閻魔様も全然怖くないし、仏様もね、なんか優しい。これ学芸員の人が一番欲しい仏像さんらしいですけども。まあ、こんなものをやってます。こういう優しいね、母子の像もありますので、まあ、興味ある方、2月12日で終わっちゃうんですけど、行ってみてくださいというお知らせでした。以上です。はい。はい、もう皆さんね、もともと久米吉財団って、もう20年ぐらいやってんの？もう、36回って言ってましたよね。ああ、でも、大体10何年前からやってるよね。はい、ずいぶん前からやってます。ニコ生の頃からやってんだ。お互いのネタを持ち合うっていうね。お互いの面白かったやつを今みたいにぶつけ合って、うん、勝負じゃないんですけども、うん、楽しみ合うっていうのをずっとやってて、もともと喫茶店でやってたようなやつなんですけど。徳美くんさ、はい、今面白いネタさ、はい、全部イコールにぶつけちゃってるんだよ。おお、そこでなくなっちゃってるんですね。だからちょっとね、出せない。私が一方的に出すのもありませんから、今回なんかね、とんでもないネタばっかり来るよ。はい、ええ。ねえ。イコール出したおかげで。ああ、そうですよね。私もイコールはね、かみさんと子供2人に1冊ずつあげて、これずっと。あ、4冊いったでしょ。はい。不思議な世界があるんだぞっていうことをね。天才教育してます。事後はもう全然違うから。あ、そうですか。うん、期待してください。はい。全然違うなんかないけど、かなり、はい、面白いですので。はい、わかりました、はい。これはどういうふうにすればいいんですか？これはね、だから、これはまた後で、連絡しますけど。わかりました。じゃあ言われた通り。が原稿をまとめてくれれば。なるべく皆さんの意見も反映するような形で。イコールに掲載させていただきます。いくようにしますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次はオットーね。はい。オットーという男をぜひ見て、来月またお会いしましょう。はい。はい。はい。ひとみちゃん、よかったらまた来て。明日ですか、高畑。明日高畑。頑張ってください。朝8時に。はい、まだレジュメ作ってないそうなので、ちょっと切り上げるそうですけど。はい。で、しかもよろしくね。はい。皆さんどうもありがとうございます。はい。じゃあまたね。はい。またね。おやすみなさい。失礼します。お待ちください。